ピックについてどう思うか。まあ夢は、夢が持てるものになりますよね。今結構スケートボードを日本で教えたりもしてるけど、なんか悪いやつらにならないようにスケートボードを教えて、金のために滑ってほしくないんだよね俺は。安田哲也、今35歳になります。あずさです。スケボーは1年くらいやってます。森下茂、57歳です。スケボー歴は今6年目です。優香です。スケートボード3年間やってます。ずっと滑り続けてる、一回もやめてないし。一番重要なのは何も気にしないでもう乗ろうよっていう。スケボーすごい純粋なものですね。